藤村さんたち、もしかしてあの YouTube 見た？ああ、やばい、取り上げるコンディションね。あれ、ビルダーバーグの YouTube です。やっぱりな、ビルダーバーグ。さあ、この時、佐々木理事長と、今、定期会合やってる。公表してますからね。あの、ビアフ連絡会議、2020年の税制委員の会議、なんだとは公開惚れたみたいな。多分、藤村さんたち、問い合わせ、やっぱり問い合わせしたか。こいつ、知らねえよ、俺。起きかないと水はもう来てた。わかった。水着は来てたってわかった。来てますよ。なんだって来てたか。ブルやった、こいつは。俺の不在時にやっぱ来てたか。アンハーフットの発売。もう、もうや。来そう。水は起きそう。もう、ナオミさんたち。もう、つった。今、恩寺教区に、恩寺教、足元消防達に、消防、まだか。やっぱりね、しゅんか、やっぱりな、びっくりした。やっぱりな、無理な、お前、無理やり、離婚訴訟。ああ今、後半、今、最高裁で、てめえ。あとねえ来たのね2018離婚訴訟やっぱり俺の事件かやっぱりな、うん、いや加害者や何やこの民査部長は言ったのさ言ったねあいろいろバグねあの分かったよねああやっぱりおかしいと思ったさやっぱあの本部長叩かれたからいよいよ委員長は来るなんて前代見えるぞおい治安使用当局幹部が来るなんて前代見そうおいあの岸田文雄首相も全然知らんねん菅義偉なんで怒ってたメイン内戦ごめんその後ろにジェスこういえよう思ったらパインがなんかメイン内戦に来るのにアメリカ探しかなんで校長で、まあ、はっきり多分2月になるのかな、また怒るでもまた、広告心配症じゃんいや、ワラリブ大使が来たすいません、あれ、ワラリブ大使館も襲われてる襲われてるんです、勘違いじゃないですロシアとか中国ばっかりワラも襲われてる、アメリカ大使館も何よ皆さん、あの、大使館、尋常じゃねえよ。大事してますよ。いや、ね、刀だ。銃持ってるで。ダメ、みんな、あの、東海道新幹線占領事件。はぁ、あ。理事長も知ってるはず。そう、あれね、押しようか。あれ、全世界は言われた。やっぱりね、おかしいと思った。大阪通りにね。ね、なんで埼玉の田中昭子。刑事告訴しようとしたらところが年明けに1月1日に来ました起訴で消えちまった消えちまった意外と工藤会が落ちるうっちゃ落ちる怒っちまった赤ペンキでめっちゃ消えるな要は新宿アウトやったらやっぱり資金目やったらいやラナリビーよすまん、ここの正体がいるみたいなすまん、大きかないブルーやこいつはこっちだよこっちだよあの、ふんこすあ、藤本事務部長巡査部長、もしかしてこっそりモストに行ったやっぱりモストに行そうだよ、博士の正面正面ぞけどもう死ねえわってやろもうあれ、警察に行ったよ行ったよ俺ね、要は俺のこれ来たの来
来たんで、ね、福井県警、福井県警、いや愛媛県警、来たんや。どうしておかしいと思った、あの署員。見ました、なんか、署ね、結構多いかな、結構すごい。びっくりした、そら、結構こ広域捜査になる。やっぱりね、本部長が言ったら、まあ、お前、そこを落とされてたっけ、おい。だからね、佐々木部長は知ってん、やっぱりうちに話すんだよ。あれね、ロシア国政。問題表記かい。ああ、言ってんか。言ってんか。言ってんのか。あの、ロシア国際問題表記会参加、カザフさん国際問題研究所。はい。言ったよ。ああ、言ってんか。言ってんか。アラブノビッチさん。びっくりした、びっくりした。ああ、あれ、言ってますか。そう、あれ。なんかねえよ。だね、パーみたいな、びっくりした、そう。あれ、たぶん、おととし、会合、今年、去年、公開した。俺も知らんわ。知らねえ。知らんって。知りません。せ。知らねえよ。ユーザー部長、これ聞きたかったよ。そう、やっぱりにゃん。あのね、のね、お前も言ってたか。女家だ。よし。わからんねえよ。お前は正宗の義だよ。これ言ったよ。これどうかな。ってか。大体これはおかしいわ。これ、パペットの言ってんすか。これね、実は1959年だ。夏明けによく見なさい、これ1960年の4月にって安保党さあ、わかりました。こいつは単なるパペット。見なさい、会長代行で。なんだよ、もうクーデターが、ロボスプン軍が逆クーデターって言ってたんだよ。やばい、GIA のやっぱ襲われたから、やっぱ俺やば、襲われたか、襲われたか、襲われたか、佐々木直行する全額で、とかくせえ、出たでびっくりした。おかこも知ってもね、やばいにゃん、おかこも。あのマスク着用は尋常じゃねえ。そう、あれは尋常じゃねえ。もうあれもうあいつやっぱ叩かれてたから。はい、見るときには詐欺やりました。はい、ダークミ君の本当の相手吉田明夫さんでした。大変、もうびっくりして。吉田明夫成功生落ちた。俺今福井君と呼ばれたから呼ばれたよ。ちょっと見る起きかないは別の場所。こす。以外よ、東京地裁。匂い証拠出せっていうのは、これ。この3曲の。3曲のことだっけ。俺はどっちかいいや。アメリカの本部に送りました。だって急に閉鎖してビッグやったらもう終わりですって言ったの。みなさい、こうやってシンガポール国際問題研究所この場でね、みなさい、私がいい。えなこと言うしよ、ちょっとやっぱ小野田がやっぱクビにしたんだ。今は係長みたいな。
たはいい、こういうのあるからね、これは国有化事だ。辰巳君いますか。復活の条件として多分ここの様にあれ国有化の関係者ですよ、知らんってわ。いいよ、制圧したってことだよ。だからパスポートでちょっと検討でやめ慎重にやったわよ。あの戸籍とも導入で、あとマインドの機にこれちょっと問題よ。これちょっと問題よ。攻撃あれなんかあんなにこんな手伝いなんか戸籍で今日の攻撃見てるかな。いや、前々からやってたみたいな。やっぱりね。俺、去年訪問したね、これ。去年訪問したね、公式で。びっくりした、俺も。初めて見た。初めて見た。最悪、怖いね。ぽん。よし。ファイバーのこうね。いや、トマツあるかもね。こそい俺が、ね、観光園入院の際に来てたとは。俺が JR 四国とんか新居浜です。市場発来てたと。こちらの駅ですね。来てたとは。見たことあるんやけど。随分来たね。やっぱりな。やっぱりな。ここにも新居浜作ったら、ここ建てたらどうですか、うん、結構すごいね。これ北村駅、あやっぱりね、北村帰りもこれなんでな。見ろこれ、すごいですね。やっぱり驚愕してたか、俺、はい、だまったくだいたいこんなもん驚愕で来たか。来た思ったら当初はもう初めにだいたい水はめ、詐欺やったからね、それもあったこともない。水はめね、まだサイバーテロやってる、もう十分したんじゃなくて、これで、ね、あの色やった。はい、もうもうね、もう非公開にしましょう、逆に。残念でした、飛行機。じゃあ、チャタムンハウス。あ、今、ビルダーバーグチャタムン。はぁ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 。あらだ、本物の三極人か。やっぱりな、三極人か。だって規模大きいもん。規模大きい。これ、花見系入ってるかなと。入ってません。もっと大きな。花見系も行ってたってことか。そうできてたんや。かなーで想定してたんやけど、はい、大きくはないと、出頭メイクだった。水は出頭を拒否してたんね。さあいつ隠密してるの、逆に言うとサイバーテロ。この通りプーチンさん、そう、これプーチン大統領で言ってました、言ってないよ。あ、野田芳彦さんね、こっちで非公式のビルダーバーグ会合行ってた。そしてここの野田さんでした。野田ここにある首相大将であったんだな、うん、ありました、まあ、こさあ長いな。
よくどこそんねんな。すごい。池田優斗さんがさ、こっそり、ね、では会長俺は何でか、俺が大佐急に襲ってきた、襲ってきたんだ、おい、襲ったのか、襲ったのかよ、襲ったのか、おい、襲ったのか、そうな、なんか震えてさ、アプリケーションがいいんだけど、連絡、そう、つながるって意味やから、そう、決闘してたんじゃないか、一時に JR、 もうあまり明かされてない、ね、こちらは新浜の、ね、すごいね、嘘に反して、新浜これ、レイ分かった、ウェッティンガーでしょ、タイトしかなって、ロックヘラ殺しちゃう、ね、はい、これ2012年内閣総理、これ野田佳彦さんでした。野田さんはほんのビルダーバー営業所で意外とスタート。そういうことで長めの時に選んで、このあんな JI の事案で、っていうか、前目が結構ほんとに四国上陸中止結構綺麗な場所ですね。はい、もうもうアホがアホが痛いし、やっぱりだ、やっぱりだ、はい、やっぱりだ、やっぱり海外でいいか、経済調査会よ、すごいね、ここベッション、ベッション、ごめんよ、はい、これが本物の3曲です。皮肉だね、これ今治でしょ。いや、何がいた、ようあんなところに鉄道も潰れたもんよ、すみません、事情カビコワ君あ、この通り、もう JI が力を見つけた。これで、はい、で、皮肉だね。これね、お仕事か、うん、59年に撮影しました。だいたい、こいつこん時や、ほんと。言ってたろ、50代入党で。ってたら知ってた、ね、はい、59年に採決。いや、皆さん知ってた。勘違いですよね、俺。うん、私たち別にいるのは日米安全保障条約に反対じゃなくて、東条英機の名誉回復に反対じゃない、いや、岸信介と吉田茂打倒のクーデターに行ったな。で、多分今70代の人はね、今でも私脱原発と脱後に今は5人終わったね、脱原発行ってますか。まあ私は女性の方ね、今の私は反爆心意外と、あの、皆さん、あれ、なんか共産主義者でいらん、いや、よく、あれ、保守主義者、アメリカとか、
そう、共和主義じゃん。多分アメリカの共和党と関係、あれ、レパブリカンにしたの。あれ、共和党員のに、うん。だから、レパブリカンにさ、思い知られた英立院の民主主義は恐ろしい。アドルフ・ヒトラー一体はこうだってさ、恐ろしいことはあったの。一体も恐ろしいことだ。だから度胸だ。イジエンも再民主主義、びっくりじゃん。北朝鮮の国連、朝鮮民主主義、人民共同で、普通、これ、北朝鮮か、朝鮮社会主義、人民共同、ああ、そう、関してるはずやぞ、みんな。そう、関してるはずや。なんで、あの、なんで、中国も登場、中華社会主義共和国、スターリン、もしかして社会主義、ソーシャリズムの感謝、やっぱた、これでガン。じゃあ、ホッチャーさん、ごめん、我々のビルダーが上行ってた、宗教改革か。うん、国際も負け、国際政治研究。まあ、ケマリストとティトリストで、ホッチャイストと共通、バルカニスト。さあ、バルカニストで言う。なんで、亀井静香さん、ネッカーのティトリスト。俺以外のケマリスト。最近ホッチャイスト。宗教改革。あえて架空で。宗教戦略。みんないろいろ統一や。この時公明党あったんや。それで訂正不幸だ。ああ東北です。だってみんな一緒にこれ各やる IP やる三極対三極ジャパンだったね。ところが一緒にお前でよろしいよ。あ、じゃあイスラエル参加してるか。おい、世界スヨニスト機構。おい、関係者来てるんか。おい、クメラ君。おい、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 シオンやつ。おい、ポンスターズのね、同じ感じるけどね。ポンスターズ、やっぱり最後はプロトリー、やっぱり。はい、日本でした。こうやって世界大戦してたよ。医者だったよ。戦地戦地。辻君か。はい。辻秀人。やっぱりラーメン先輩。やっぱりここらに。やっぱあずるに右翼団体がやっぱりいる。やっぱり西門倉庫で行った。まあ。俺は大型です。はい。井上テロやった。
俺を恨んでたよ。俺に責任転嫁したよ。なぜか知らんけどね。目覚めは詐欺やりました。そう、俺の名前で借金してた。あの三井住友のカードが。だから、私は興味のあれは、オンにめ、私のワンちゃん、だいたいあんな3枚です。あんな、俺でも1枚ですわ。いいのか。だから、却下しようかと。言葉問題じゃん。はい、生ましいのね。だからみんな、2月6日の長浜市長選挙、ボイコットで、ボイ、投票、そう。こそみんな長浜、やめて、市安どっかでライブせよ。コロナ関係、あんな無観客でしょ。私は鳥にかぶる。ようだぼかったさ。谷川さんの活動談話。談話発表じゃないの？安倍晋三送ってた。そうなの。小泉進次郎君の票が。なんで12が。なんで比例合わせたら計算する。25万個。はい。みんな言ったらそうかそうか。我の責任だ。いや、ごめんなさい。何だ、統一教会か。あ、お前は一応正だ。あ、分かる。さ、統一教会。やべ、自民党連立組んでる。って、もう、がっかりした。連立してたんや、やっぱ安保と。ガン、もう、おかしいと思った。核ウクレーゼンで。あれにせ、そして加藤空で。加藤空。はい、塩崎さんと谷川さんがさ、もう知ってる、あれ、報道さん。小泉純一郎君とね、安倍晋三君、圧力かけた。でも圧力かけないんです。辞任せって言ったよ。悪情したって言った。大渕さんだけ。大渕さんが。やっぱりな、小沢かけた。お父さんじゃない。やっぱりな。意外な敵、ホディプロやった。渡辺プロやった。やっぱどうにもさ、ボンネス。翔吾、お前、すまん。あのバー、コラクションサイト、ごめん、パブリッシャーさ。おい、ブラシ。瓦解してたら、ほっとけ、もう。あれはもういいや。あれがみんな、おとえ、あれが、おいにたん、うわぁ、すったんかい、あれを食らせ。あ、違ったよ、みずみ、なんで行ったのか、目覚めやん、食べてる。おかしい、びっくりしてる、ないと。ひかさようごくん。見ろよ、みんな、あれ。私たち、あれ、実は関係者以外。ああ、でも、私たち、あの、お知り合いですよ、すいません。ダメだったのか、ダメ。声優陣です。いったんや、みんな。お前か。なんでや。てめえ怒ってる。さあ、捜査中にさ、栽培。
はい、取り調べ。任意捜査中に怒ってたよ、本人。なんか、はい、おい。あれは必要ないって言ったよ。さあ、だ、所属とかさ、やっぱりアウトだ。辰巳君は離婚。はい。この問題おーやったおーやったうんあおしみさん見てはいレザーのケースクビになった大きくはないと対立したんやあれかないと対立したんやうん森川社長ごめんたんやおしみさん見てもやだ。もうね、福山潤さんも退出して。まあ、よろしく。ありがとうございます。まあ、会社しよう。何もいかせ。さすが。さすが。おい、おい。道なりや。道なりや。強いな。西成の修行ってことで、はい、しばらく。はい、しばらく。ものがない。ねえ、はい。大杉と押し火さんは、はい。辞任に反対で、交渉したって、やめました。やめたいの、もう。やめたいの、時。私が入ってこうだし、まあ、もう、やめた。いいか、いいか、まあ、佐久間は大地だ。おそりねえかって言ってたのに。あっ、くんやくんね、悟空の。森島屋って最高級。松木美優さん。松木美優子でしたね。ごめんなさい。名前変更。どうだ、我々軍が。証明書は、これを、こっちの、死亡。民事文ああ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 あいや、神戸のとこに来ました。あ、真央さん知ってましたよ。やっぱりにゃん。よく団体やっぱりなきゃ。なんてこと。だからまじさんね、こっそり言ってた。やっぱりにゃん、言って。やっぱりにゃん。ねえ、以前から、ああ、やばい、プリキュアの本人断った。やっぱりにゃん。こんな後対立した。皆さんスプラッシュしたら、日本ボイコット。ボイコットしやる。みんなの友達は証明。向こうへは尋常じゃない。ねえ、見えんや。こういう自作自演か。おかしいと思ったよ、日本にマスクちゃう。マスク着用か、あれ。ああ。だよ、俺マスク着用しやるの、2016年。コロナなんだよ、ここに実験。ここで実験して世界にばらまいた日本でさこれで平安ですよなぜ平安なんか、なんか京都の平安教授さんね、なんで平安それと、英語の後は日本でできるかどうなんで平安金持ちはい天皇もいい黒がリーブステートってこれ最終決戦場所東京都でした東京都23区あれじゃあこれぞ四国の東松山でしょおびっくりやさ東区やっぱ小野さんじゃないやアスカさんも北海道いやびっくりした東京北海道か
や、やっぱエスワンの会社やってた。だからもう。なんで水着が急に映ったかわかる。とりあえず、エビ。出てたんだ、なんか。そっくりなさ。ああ、と言ったら、ああ出てました。これ、いろいろだとね、福井さんの代理出頭してたかな。あれ、滋賀じゃなくて、あと京都市さえ、あたのゆいさんが、大体、大変だな。おい、S1 のサイトは、テレビとか、SOD とか、明日やろ、お前の。はい、これうまく起きたね。あいつ、自分もアクセルマンやった。なぜジュニアにしてたか。はい、お前首状態、首状態。なんで斉藤先生、はい、いやいや、モストです。モストなんです。モストなの。おかしいと思ったモストです。はぁ、モストが逆に喧嘩みたいです。ねえ、ごめん、申し訳ない。すごい声でした。すごい声でした。ルルタもスタッフ大手なこれ SNS 芸能のルルタソニーヤオタのフィードマーティン事件の時ソニーって捜査受けたか。受けてるわけだ。日本の各界も捜査受けてた。ソニーも捜査対象なんだよ。さあ、やっぱ捜査受けてたか。この通りよ。これ動いてるんですよね。ラッシャン関する。一旦しろ。ところがね、ちょっと姿勢悪い。ああ、やっぱり。やっぱりもうつかん。ラッシュインターンシャンアホイアス感情あれ考え国際表現あれかいやいやただろやっぱりか感情して俺はエリツィの暴挙あれエリツィ恨んでたこの場所さ何もあれ帰ってきみんなうんなテレビ朝日のね、20世紀のね、まあ、偉人ね、江守さん、出てました、そら。出ました、そら。頼んでもない、勝手に改革。勘違いするな、もう。勘違いするな、もう。なゴルバチョフさん悪くないよ、絶対。エリツィンが原因だってさ、エリツィン叩きしてたの、あれ。すごいところやな。原因で、あれ。破産したよ。補充線があったんだよ。1993やった。やっちまって。わっ、なぁ。そもそも、現代人やないよさ。名誉会議は。さあ、刑務所に入ってたのなぁ。もうすぐ釈放、びっくり釈放。ああ、びっくりした、釈放されてる。もう釈放されたね。もう名誉会議決議採択して。もう、無理やん。あ、無理やん。無理やん、ほんとに。みんな頼んでもいない。私エリツィン恨んでいました。スパルジに対して知ってましたよ。やっぱりな、ソビエト。だからソビエト諸国の経済破産させて。意外でしょ、モンゴルもね、意外とね、ソビエトし、ベトナムもそうだった。今はアメリカやけどね。うん。要はアメリカが負担軽減しちゃうよ。もうせ。俺がアメリカ、びっくりした。なんでロシアにもあそこまでデフォルトで、はい、日本でした。やっぱりな、日本もう破産してたか。やっぱ恐喝金払ってた。やっぱりな、滋賀県が脅してた。でも今回の事件で、去年の事件で三日月は共和国が、はあ、はあ、お前もういい。
なあ、これでなんで世界連邦協会の日本総支部は京都や、あれは JR や、移してたっけ。ああ、やっぱ JR のホーム、やっぱ四国も被害、やっぱり被害受けたか。おかしいと思ったよ、被害受けたか。むちゃくちゃだから、ほとんど無関係でした。無関係だったよ俺。無関係ないよ俺は、聞いて。無関係ないよ、拉致したよ。もう福島清美じゃん、水色二人がやった。意外なことは水木もやってた。俺で、あ、水木仮放免。はい、L.M. 軍裁判所出頭命令、やばい出頭命令くらっ。もうバレてたんや、81年やばいな。そして1990年にようやく発覚した。だって記憶なかったよ。俺、回答さ、眠らされた。やっぱりな。じいさん、あ、眠らされてない。どうりでな、もう拉致でした。いや、もういいやん、別にみんな日本政府やぞ。びっくりした。ねえ久保くんね、なんでんだ、まあそうね、やっぱりな、もう襲撃受けだね。ダメだから、被害者やったわ。もう佐々井長もしかして10代の時、9歳で全学年と、やっぱ言ってたからね。もういいかい、しかなにこれ、もうヒーローがクソが実は架空でまた今回は被害はあー取らないで今回は大丈夫。赤木宗則だが小泉さん命令、もうすでにな、大月なんだ提督官、そう命令したんや、そう全軍に、全軍に命令したんやと、五幕僚会議長で権限命令したんや、命令したんや、全軍。あ、あっちのトラモンは知ってたからよりえ、うん、おいねえさ、最初たち、うん、あ、最初吉田茂だ、これでいったよ。こいつの悪事は知ってるか、もう前々知ってたんや。岸信介と共謀、あの東条英機の名誉、あれでみんな、みんなあれでな、残念な対 IPR クーデクーデターさあもう廃止予告さあビルダーバーグが直接圧力がビルダーバーグが関与しました。俺もうびっくりした。俺はもう退去してさ、シンガポールに今独立交渉してる、和平仲裁って言ったわ。60何年独立宣言さ、シンガポール国際問題権おしょうが臨時整備だ。イークワンユー機関でしょ、イークワンユーさん、うん、まあさよならな、信用してんで、もうビルダーバーグエグゼクティブ、うん、以外でしょ、スタッフ、スタッフメンバーでスタッフスタッフじゃない一般のノーマルメンバーズいるか、結構行列だ。俺はあの合格したんじゃなくてゲミーズでもアドバイザーみたいな、アドバイザーだって、うん、ねえ内上舞ちゃんが今やってる、うん、ねえこっそりねえさあよくヨーロッパで、ね、声優、ああ、そんな声優な、フェスティバル、称して、うん、報告に行ってます。あれ、分かると言ったの。内上舞ちゃんです。そうだろ、内上舞ちゃん、出演してないの？ドキドキも。気づいた？もうボイコットしてん。ボイコットしてん。うん。まあ、残念ながら、あいつもグルーだった。大きかね、去年の自称三曲の会合行ってた、琵琶湖書いてやろう。
宮崎、俺に喧嘩打ったんか。何やねん、お前無関係や。資金提供しても無理。グロー事件に発覚しました。うん、辰巳君、最初はグロー。赤澤さんもやばいスパイか、やばいスパイも。やばいや。はい、何で大須は急に見えない。さあ、こいつのグロー事件やばいやん、グロー事件。びっくりした、なんなん。クジさん、何や、井上マニア、アウト。あいつ、恩師教扱いで、ふっと、恩師教か。あの人の関係者、わざといらっしゃいなさ。あの賠償金は、やっぱり右翼団体の、ね、賠償金は、やっぱりな。井上マニア、気づかんかった、今。お前、やっぱ、恨んでたか、JI、恨んでたよ、こいつ。おかしい。さよならお前らに半仲間に来てやんしてるぞ。俺で抗議したいよ。意外ろ俺があんなの稼働すか。人たちグレってほっとけ。ほっとけ、もうグレやな。おかしいと思ってん。はい、人たちね、自分たちのな会社のところ襲ったんや、襲ったんや、自分で。ブルキャストも無関係、やばいな、坂口水を知ってまで、やばいな、森田の喧嘩、やばい、森田が同じ三井住友のフィナンシャルグループさん、ね、はい、もう福島教民に関しては完全に詐欺、不正蓄財やってた。意外と見つからんね。ちなみに裏口はな、なんか、はい、あれ、詐欺罪でいいんじゃない。詐欺罪でいいよ。なんで AKB48 秋元財かな、こうか。俺、ゴミの上に告発さ。したよ、お前、告発。目覚め、全然反省しなかった。あれ、なんか、私に似た。どうしよう。うっそ、どうしよう。さあ、畑野ゆうさん、ってな。意外なことに中島みゆみ打ったよ。はあ、いやいや、アメリペンかな。あの秋の元大統領、言ったよ。あ、感じないよ、あれ、シンガポール国際、なんか、オーストラリア国際も、なんか、ビルダバグに、いや、あ、ごめんね、間違って、三局員さん、誤解だよ、俺、参加者に、貸してよ。冗談じゃない、言ったよ。誤解だ、言ったよ。俺で当時の安倍晋三、文句言った。だろ、文句言ったよ。アメリカの女、北米委員会に文句言うべきやん。こっちや、おい。シンガポールが。この通りや。中国の、ほら、見なさい。中国でこうやって会合を公開してるんだけど、いやいや中国ね、逆にプロパガンダとして報道の自由、みんな北朝鮮、だって北朝鮮ばかりしてる報道してる、みんな出てるよ当時、だって選挙の時、あれ金正恩様の目をって取り行きましょう、皆さん取り行こう、あこう。一番やろ、レズミいるんだ、レズミ軍人の、いるんだ、やってない、あれテロ対策だ、あんた今出ないよ、そうなんだ、営業してない、あと、選挙で、どうよ、どうよ、どうよ、こうやって、こうやって、これはびっくり言った、おお、これはすごいわ、
キスタンすごいな。マタクタ作ってる。ここもやっぱ独自か、すごいわ。もうすごい。こすいチャタムが感じる。すごいね。大体あの、ブラジル自由来たんでしょ。あ、セーブワールド、セーブアザー。感謝じゃん。こすいってくるわ。規模が大きいからね。大体中南米勝負。参加してるないやろ、うん、ないやろ。本来はブラジルとかチリとかね、コロンビア、あ、面白い。ドゥーケ大統領知ってますよ、やばいな、うん、ごめん、コロンビア大使館、やっぱり襲われてる、うん、あれやめしんじ、あの、国連総会、何言ってん、取締って言ってん、何言ってん、なんで私言わんの。さあ、あの、いや、ベネズエラ、いや、すげえ。いや、それ、いや、でも、あれ、勝利者、行ったんやけど、セレ、コロンビアセレと、交渉する。ここ、おい、入った。スペイン語で、カイエ。トンボ返し。スパーゴがあれ、ベネズエラ、パラッカス。キューバに関しては、ちょっとアメリカ。いいですよ、もう今切ります。いいぞ。だからよ、メキシコ。パナマで、へぇー、800や、中学。んで、みんなさんとは、やっぱソニーの。ほんで、新日民族調査員だよ。これ、三菱重工業だ、新日でさ。以外でしょ、セブンアンドウェブはここにですか。うん、当時、投資が入った。あったよ、ふん。あれ、何しよ、テープが。でもね、この電力も残念なくて、あの、イカタ原発かな。もうそれあれじゃん、バカリーでしょ。残念だよ、こういうこと。おお、同じだって。うん、別の場所よ、ちゃんとセブンアンドウェブ。ここは宣伝し、だから。来たんでな。来たんで、そういうこれ、報告さ。とりあえず一旦切るね。ちょっと以上で。わ、これ、ね、うん。あら、ビラバグチ。今、この状況の近く。ビラバグループ。いいさ。わ、あれ、ビラバグチャタムグループ。まあ、基本的には、チャタマフスルール。すごいね、今は。はい。工業感じがすげえ。そう。すごいね。今、おっかかしょ。見てくださいよ。おっかかしょ。抑えてねえよ。抑えてる。いや、まだ、あの、太平洋問題調査だよ。何かしら、BMC、BS、報告って言ったよ。詳細言ってんのよ。言えるな、マサイさんとか、JI や。と、日本語の JI や。さっきはさ、僕の電車からと。これだけ。これは、これ、格屋2004年に。まあ、それはいいや。言ったよ、うん。当時、おい、サブや。おい、ここら辺は何だ何これ。そういうことでした。びっくりした、おい。びっくり、ジョリー。ああ、前だからあんの。え、ていいの上場に行ってよ。あれ、おしゅうが寄せ売れって言うんだぞ。目の前のリープ、ライブビーサーフェルス。クロキー、トミー、無理やってるわ。こっそりスパイ知ってんのしてるぞ。無理やったろうな。いやいや、実はね、トラノムミンツイじゃなくて、別のところにある。そうなのよ、別のところにある。
ほんで、俺は行ったの。あ、ごめん、こっそり。すごいね、日本の状況見た。すごいね。悪い。すまん。2013年よ。オーディオの関係まで。あの中なんだよ。いやいや、日本やで。いや、以上は日本政府に行ったよ。ところが無理だって。俺諦めて。ちょうど生まれた。ああ、いやいやいや、セブンだ。問い合わせ中や。ああ。こっそりね、エソフィミあるね。マジやね。わかりました。あ、ね、韓国人の海鮮。韓国人のにゃん。西洋は。まあ、いろんな。俺は疲れた。ソニーは。これは日本語と英語が近いだろ。本当はもうちょっと17時までに殺さなくて。やばいね。アメリカに関してはようやく終わる。ようやく各国で申し訳ない。すげえ。だって日本で放送されるでしょ。そういうアメリカ国内とヨーロッパで韓国警備さん、中国です。フィリピンのアメリカすごいな、ここ今の日本の交通状況ですね。あ、そうや、中東アフリカね。あ、ね、中南米調査員か。あ、行ったの。うん、もちろん日本国際問題研究所。あ、参加に入れてくる。ブラジル銃機関。あの、トルコの国際線。来た。パキスタン国際問題。冗談もいらんのね。え、そういういらん。こうしよう。我々のロシアとブラジル行き。日本対策の件じゃ。皆さん、長野市長選挙ボイコットで。ボイコットで。私がドリカム戦法で使い。私がドリカム戦法を使い。選挙終わってからやる。無理。もう俺、不自由に辞任要求し、クーデターやってた。無視された。宮津を無視したから。上も男をしてました。やっぱりな。衆議院選挙の同日選挙。無理やったから、やっぱりな。もう、諦めた。もう、無理。詐欺だと思った。多分この前言った上本か。こうしたいよ、さあ、長野市議会よ、さあ、二次選手制って言うわ。言うやろ、これでいいんや。あの、自民党公明党は言うから、ふぅ。さあ、これにしんじゃ、何しんじゃ、他の自民の。
上野健一郎文句言ってよ。お前ふさやっぱりふさお前文句言ってよ。多分言ってたら今の山口さんそうさ止められたよ SP で止められたよ成立おかしいわクラスでさみんなの成立あるからおかしい大体前目から私田島一生さんの知り合い田島さんの知り合いおかしいと思ったなんでええなん大津にね立憲民主党なんやっぱりな放送のことさ知ってました、ね、わざと自民党入ったんでしょうが長島さんやっぱりな猿翁さんの上昇江上幸雄さんのやっぱり上昇玉木さんや自民党内部から改革二階は苦戦してああいうの来てるからね勘違いするから取れていやろ、また戦力はい、次だよ日本国際知ってるか、あれは前まかいあ、テレビタックだあ、そこまで行っていいんかあ、見てるかなどうとか、よ、見てたわ、カレー女優戦ね、自民党戦略者あ、行ったあれは、この人だお父さんも行ったよ。ああ、はい、どうもし。お母さんが。もしかして、ああ、もしかして、ああ、十。小泉さん一番綺麗だ。すごいよ、俺ここまで行ってきたよ。ピシュワで。ああ、ピシュワで。港町に到着です。別の人だ。報告聞いて。俺ね、実はあの、長間じゃなくて。こっちだよ、あっちの大津だよ。ああああああですね、革命時代1回ですよそう、もう戦闘時代だね東京、いや東京、いやいや、こっちの東がこっちの女、吉本だなんでね、こうなったあ、俺たち、いいよ。
何かあるか、まあ、沿岸部にある都市の中にある山口君、民間財布とか隠れた金車あったやろ。確かに綺麗なんやけど、あれ感じない、住吉俺も、でも、その世界本部かなんかの政府の新聞で見ても分かる通りですよ。いやマジで言って、まあ、もっと発展してるかなと思った。俺の関係、海外に来て、もっと発展してるかなと思ったら、そう、まあ、普通に言うんすか。まあ言うな、まあ言うなって水着のね、人気で、そう、もっと発展してるかなと思ったら、はい、今言われたら、最後、代理を送りますよ、アスカさん。はぁー自分の証拠出せて、はい。お前、裁判やったやろ。そう、意外に。だよ、いらないじゃん、これ。山口君や。ああ、聞いてるから。おめでとう。全日本愛国者団体。もう、奥さんの幹部って。あ、ごめん。で、全日本愛国者団体会。どういうことかい。もう、解散状態。言ってるから、解散状態。で、だいたいよく思ったら、やめないよ。びっくりだ、こんなに。びっくりした。いらがうわぁ何で一斉かいや、ほんとに俺、確か結構、いろんなでも東京、起きたねあれ、なんで京都にはい、熱海にああ、ガイライン。いや、ふざけ。反社会人。俺らの反社会人。何が。大体、よ、神奈川のあの、砂川、湘南。なんか、いるああ。そっか。おかしい。起きたのに、どこで撮影したの今まで。たぶん、ガーズが言ったのあれ、ダークです。これ、私、サーズ以外でも、いやいや、サーズ、これ、もう、こいつもだね、時間ちょっと、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 急に入籍起きたんだけど、少々じゃあ離婚しましょう離婚したのか離婚しましたの俺の母親の実はいる上下父親の上下皆さんです皆さんね皆さんびっくりしたぞ。あ、藤原さんぞ。ああ、よう、クレヨンしんちゃんのガンダム。はい、よう出演したね。びっくりや。奥さんは。劇的やった。皆さん、びっくりしたね。何や、北前アウト、こいつアウト。いや、やっぱアウト。一回、ちょっと北前。ジャニーさんになるびっくりしたし、北村でね、ジャニーさんはもう、まあ、これらに関してはもうここは貿易戦して貿易と減少量していいやもうここはいいやもういいやだから俺サイバーで脅してくれ要はこのビルダーバーグ要所で水木狩り要はアンジェリーナでほんなら俺は日本語
要は安保クーデター。言われてたんでしょ。あれ、笹川用意じゃん、言うんだよ。ごめん、なんか勘違いやってんだよ。ユナイテッドネーションみたいな。あれ、やってるわ。このあれ、グローバルダイヤル、辰巳。そう。辰巳、機関。辰巳委員会か。まあ、ほとんどや。ああ、わざわざ。メガゼリア、やっぱもん。ああ、無理はしました。家賃を買い替えました。でも、基本的に無関係。やっぱりな。うん、バシッと思った。あと、もしかして、金井良くんは脅され、やっぱ脅されたわ。うん。そう。ああ、脅されたわ。あ、電話の少々か。あ、水はもういかなと思った。水着のやつか。ヤクザみたいな口調だった。おいしちゃんちゃん疲れました。めっちゃ怖かった。ああ、くしは興味の iPhone か。漏れてるぞ。まあ、テレビは食事が固定で。はい、もしもし。お前、お前、お前、キングリコに今日分か。ああもう必要ないです。もうあいつらも来るよって。誰がヒングレ君恩事教に。そう、なんで恩事とか関係ない。あーダメでしょうね。ラグビーと今は別に天気がなんでケンクロフだったりとか。そうだから日本声優連盟つくかうつみやん。I'm...
ちょっと見た。核廃絶の場所。ああ、今はにも。ああ、2019年。ああ、やっぱり対立してたんよ。あの、この新浜と対立してたんよ。あった。このやっぱり対立してたんよ。東西対立。東西冷戦を切ってた。ええ。
お前。悪いけど。携帯状況。わかった。むちゃくちゃ。無理があったよ。私はもう、あぐやよ、ね、まあ、8月30日まあいいよ、そう、もう、ロシア行かないごめん、うん、あるよ、もうバナナまあ、なんだろ、国籍行ってみようやっぱ、対立してたらないじゃあ、俺あるわなんだロシア語版英語版2億万、2億万と思っててどこで、どこどうかな全戦争だった。全戦争。やっぱりだ。もう日本じゃなくてカザール。カザール。俺が小兄ちゃん作った。最近関西が、すまん、いいんかしら。中国用合弁会社、もういいんかしら。やってるから。もう、もう、もう、やっとく。あれか、アメリカンステージが来てた。アトリッコに出演しました。アトリッコに出演しました。遠いからダメ。ところが
ついたらもう止まるわ。マジやん。あんたは何持ってきました。あとケンプロ、どうか、どうか、ようわかん、何やしてん。ああ収録は来たよ、ね、今にかかるの来てるやつ、これ無理やり通りやつ。なんか面白いな、もう関係ないのクラスで。まだ何年、そして申請で問題も出てきました。なんで、なんで、珍しいな。面白いわ。うわ、要するに、うん、残念ながら分度しないで、はい、伸びて見ていてください。え、確かこれ、ブランド、ブランド、はぁ、こっちかというこだまみたいな。選挙戦やってる。正直、現実が稲城市、ありゃ、稲川政治を弁償したんよ。おかしいと思ったんや、あのメンツたち。そう、なんで住吉、すごいわ。やっぱりね、これが現在小名前吉を基礎にやっぱ来るやったら、ほんねか、ほんねか、通り想像とは皆さん、あの方も、まあ、おかしいと思ったんや、そう。やっぱりね、ここにバット終わったからぶつかったよ、全額で東海のさ、意外に、まあ、もう愛知県プレイして、スケッてアウト行った。あなた大津署見ていくら愛知県警になるんですか。名古屋ナンバーって飲み暮らし泊まること、ここ経由で行こうかって、ちょっと遠回り。今これ巡査部長がいいんやけど、多分上が腐ってか。もう8年2の委員長大津のね、この前のね、まあ遠征か暗殺して、相当感じた。何やねん、どうしたんや、いわゆる病院。あの、あれ、あれ、あの SP の違う、誤解するの PMC、 PMC やつい、これ、これ、ようあれ、あれ、遅かった。おしりのさん、見ろ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 、被害状況出してるな、被害状況出してるな、よしまね、あの、やばいな、知ってるわ、もう知ってるわ、後ろに、こいつ、結構、老朽化してるよな、知ってた、あれ、警察も撮影やっぱりこの時計の状況悪くなってた。あれ、心臓の余計に経済状況悪くなってたよ。あの防犯施設来てびっくりやん。小泉進次郎君が意外と綺麗になってるかなと思ったんや。意外と見る、意外と見る、綺麗になってるかなと思った。見合ってるから、見合ってるから。お前も知ってるじゃん、アンジェリーの調理じゃん。なんで公共を思うんすよ、天皇含めて全部交渉する。日本国際問題研究所の関係者のせいで。そうね、あとはね、日本国内のビルダーバーググループ、ね、本当の関係者、いや、全員盗聴と。暴言でバレてるじゃん。ミサーでしょ。これじゃ渡辺オフション、呼ばれたの知ってるで。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉さん、はい、来いよ。おいと思うな。意外な、すごいと思う。結構な。いや、持ってない、待つよ。私も。
こっちの TK 事件の事件の何でマジトラブル行ったら何でこれでお前らがちょっと特急ねちょっと今日も来るぞ持ってくるちょっと今のしこの時は離れないこの時は離れない今回はちょっともう早め決めましたこの6時間で分かるよいやろ、メール内容はね。あれ、音字鏡、あれ、わかる。ボスどうした？ボスどうした？出すもんね。やっぱりな。やばい、水着は問題か。やばい、問題か。多分そのうち誰か入ってくるよ。女の子。入ってくるよ。アウト。やばい、エビ。出てたから。びっくりやな。そっくり。おんね。ああ、うん、出しに行くよ。すまん、いいよ、離婚訴訟。ちょっと、ところが、2020年。そう、対立してたら何？来たよ。新居浜でした。やっぱ対立してた。おかしいと思ってんねんだよね。なんか愛媛県の悪いが。だから、うん、どっかで誘ってきたよ。おかしい。なんとかせんと、ちょっと。
建て替えてダメよ。まあそう、まあそこは2年か5年か直さだろ。ことでしたもう腐ってたもん。知ってるよ。まあいいわ。まあそんなことは事情分かった。もうよくは。まあ結構これじゃ結構いけるわ。よし。出発やん。選挙戦やってる。
ぱり自民党か、うん、自民党か、やっぱりそうて自民党か、うん、そういうことか、よし、うん、そういうことか、そういうことだ、立てもうね、石こいてやってるやろ、もう無理ねえ選挙してるよ、してるぞ、これいや、ことでしたすげえな、新山のお土産買うのもったいねえだ、あまりだって、こういう試合だ、あまりでも、ね、圧的には広いよ、全体ね。けど、ちょっと今日は、コーヒーか、ちょっと、ね、こういうことで、ちょっと、うん、はい、行こう。さあ、行こう。さあ、あんなもん持っといて行こう。ちょっとこっち行く。さあ、行こう行こう、出発。さあ、さあ、出発、出発。もう行こう行こう。よし、ここはいいよ。よし、もう行こう行こう、出発。もうちょっと見ていくわ。あ、いいやいいや、もうほっとけほっとけ、さあ、行くで。よし。これがいい。こっち側ね。よし、こっちの高知方面。天候やと、たまん下はここの町山から区間の特急しようかね、たぶん止まるわ、ちっぽく、まあ、すっぽ風っていう風こういうの悪いの、これも大丈夫だ、こんなも悪いんだね、駐輪場で、すごいね、あそこは住宅、すごいな、住宅街か、まあ、それ下、はい、確かに発展してるのは間違いない修正、間違いないでもね、こうやるじゃん、なんか長いね、ね、まあ、このこれは新浜の住居ね、これからちょっと、うん、って、なので失礼します、良い景色を見ながら
調べたよ。古いがちょっと遠い。ちょっと領収書にした方がいいよ。領収書に購入したよ。ちょっと遠い。あれでもやっぱり新居浜とのやつは対立してる。対立してる。そこはめちゃくちゃ対立してるから証言できる。今滋賀県と同じ。めっちゃ対立してる。そう四国も滋賀もめっちゃ英語が。店はもう引かずに行きたいから全部商品高島屋はもちろんか
消費税はもう廃止する。ちょっと無理があって。ちょっと無理があって。無理があって。ね、お土産非課税にすべきだよ。非課税にすべきだよ。非課税にすべき。嬉しいぞ。で、さ、今年の4月1日から総額表示、つまり税込み表示にあるよ、全部。そう、1日で。もう、だって2017年10月1日から、なんでしょう、総額になるって言ってたの。なんでこうなったのか、よくわかるんだよね。これ、見てください、こういう。Yeah.
四国と阿南、本州の阿南、結ぶ中間地点である岡山駅に戻ってきました。戻ってきました。ありがとうね、新山の皆さん。今回ここ経由で行くわ。今度宿道民倉敷どうかなって、もうここでは松山を通ろうかなと思ったらやめろ。まあ四国巡りするやったらもう、まあ、いいんやけど、まあこれはちょっとね、まあ4月中には決めるわ。4月中に決めんとまずいんでな。はい、これはもう松山駅25分切り替わりました。まあ切り替わりね、別に26分なる場合もあるね。まあここは一般線ね。まああのあっちの神奈川かな、名古屋の間の特急白崎で同じ。これらは全体ね。多分ね、今回初めて特急に乗った。もうびっくりや、特急に、ね、特急に乗ってびっくりです。もうこれまとめて買った方が良かったよ、特急とね。あ、新幹線ね、乗ったわ。あの皆さん、もしみんな、もし間に合わなかったらね、そう、もし時間的に間に合わなかったらもう当日券にしてください。もう乗り換えずに、もうああいうビジネスホテルに泊まれない、どうぞ、いいんですよ。当日にしてそのまま、そこで寝て過ごしてください。ここはどこも同じ、5時から始発やから、それまで待ってくれたらいいから。ああいうとこはチェックアウトできるのは10時やから、10時までに。そういうことで、もう土日、昨日キャリーバッグ持ってた、そういうことを皆さん、そういうことだって。はい、これはもう普通の採用じゃない。そうですね。これで何しようか。はい、これ特急に乗った方がいいよ、本当に。マジで。特急に乗らんと、マジで間に合わない。俺も作業上関係で特急に乗ってるんで。ね、というわけですね。ありがとうございます。乗せてもらう。素晴らしいとこだね。買ったお得、特急乗りにやった特急と在来お得やで。これ結構ね。まだまだ来おねえ、時々四国来るときはこっち行くから。
時間あるんで乗れば大丈夫。望み768号ね、あそこで、ね、合流して乗ろうと決めました。その方が得やってば。そういうことですね。こっちは俺を乗れる、今回はね。まだいいんや、この時間。20時以降がほとんどで。そういうことですね。前回は、岡山倉敷持って行けるんやけど、それはやめたんや。ちょっと考えたよ、もうその道変わらない。ちょっと飛行機使いたかったもんな。もうちょっと使いたかったんや、ね、これは現在の岡山駅の在来線と、ね、新幹線区間の、ね、この間の状況です ね、 ね、ここへ人形も入りましたよ、むちゃくちゃ。久々に岡山です。今回は新居浜ね。ありがとうね。結構面白かった、住みやすい場所だった。土地もいいし広いね。結構条件見さしてもらった。でもね、ちょっと経済状況悪いって分かった。ちょっと分かった。経済状況いいね。経済状況悪化してるって分かった。悪化してたよ。そう、びっくりした。そう、悪化してたよ。そう、ここでした。キャリーバッグ持っていくの、大抵俺にはこういうところに滞在するとか、周りにそうやってね。そういうこと、毎日皆さんも、そう、追加で泊まるんやけど、当日でもいいんや。そういうことです。まあ、さいね。通常距離で全て挟むのはここから降りるんやけど、今回はやめました。ちょっともうこの新幹線とか構内に入れてくるな。これ目的で来たんでな。まあこれが現在の状況ですね。ちょっと今回はちょっと中で食べたいんで、頼むように。ありがとうね。もう早かったらもうちょっと滞在できる。ね、これがさっき言われた。意外と道が複雑なのね。こういうところもあるんですよ。これ券売機で買うやつね。ああ、そうですね。いろいろいいや。こういうのもあるんですよ。ね、そう。ことは。ことでした。いやー、逆にどっちさ。新居浜の女の子の施設見てびっくりやさ。むちゃ老朽化してた。衝撃的やった。もっとすごいかなと思ったら、衝撃的やった。びっくりやな。でも大丈夫や。いけるわ、ね。ちょっと今回こういうところもあるんです。
さん、ありがとうね。4月上旬に決定したよね。4月上旬に決定する。
確かに嫌なんですよ。こう言ってたのは事実よ。でもね、そう、めっちゃ周り見てないんだよな。現場見てびっくりだよ、この試合見て。めっちゃ衝撃的だよ、あんな本気見てね。感謝だ、本当に。
天然ガス加工製品じゃなくて、あれは関係ない。
近い藩があったけど、この下に境とか、そういうところ。
楽しかったね。
そっちに当てろよ。止めた。あがり関与しない。やられそう。まずこれに責任。あの、テロリスト田中明彦死刑囚。いいわ、俺全く関与。もうこの安保道場の時はもう離れてるけど。もう離れてるけど。どうか問題じゃないね。当事者として来ただけ。これだけ。あとはね、今の久保進今何のと任せたの当時若手だったね。まあ、大変だね。あ、うん。クリスさん。もう責任転換やめてくれ。大体お前と相手する気もあって。まあこっそり船の攻撃に操作を受けたりしてるじゃん。やっぱりね。お前叩かれたら知ってるだろ。ほんで日本政府の体系者に来たかん。私の護衛のために SP 雇ってくれて。それでかん。かん。まあお前の自業自得や。責任転換者、あだになってる。だいたい俺知らねえよ、拉致されたって。うわ、72年3やっぱあの時から拉致されたどこから拉致されたやっぱりな。やっぱりハグッドみたいになったか。またやったか。このマイクとね、天皇制廃止になるぞ。天皇制廃止よ、覚えとけ。に取らされんの。
ロシアはよく来てたわけよ、ロシア。やっぱりね、俺、ロシア。やっぱりね、なんか、もうこうね、揉めてたんだ。やっぱりね、ヨーロッパに行くときさ。イエーイ、やっぱりね、やっぱりな。これね、ロシア大使館だ。小庭さん、助かった。やっぱりな、さあ、無用な。喧嘩しろ、やっぱりな、無用な。喧嘩しろ、どうしよう。おかしいと思ったよ、さあ、やっぱり。なんか、俺、うん、うん、うん。なんか、こう、なんか、うん、なんか、いいや。以来の田中式を、平時20代。今日から。あのハンセンの調子よくさ、田中あきこさんが今日クイズさ、ガラガラクイズ、どこにいるかが埼玉副都心だ。あ、すまんの、こいつよしよか。こいつでした。はい、こいつでした。クイズは
最後までいきます。ジェイシー、ちょっとただでしょ、ちょっと一瞬残りるよ、ただの。いい楽しく投資。映画大事かおいしですって暴言っていうのもこいつ
ケンカだって。サイバーやってたのに、やばい。JI だと、散歩だって。そして俺も恨んでたらしいです。これは安保と無関係なの。セキュリティ的な。ラチの手腕、ソビエトが追えるラチの手腕、田中明子で、日本国際交流センター、埼玉の副都心にいるぞ、田中明子、埼玉。もう逮捕できんってことやな。この前と天皇選手、田中明子、埼玉に喧嘩売り行くぞ、今度。じゃあ、んちゃってや。その代わり、天皇選廃止するか、田中明子、戦争は以上。
フレーバー街のテロリスト。意外なことをしようか。うん。これ、もう、海外、在日外国人。Facebook ね、ごめん。もう日本のブラウザ外でした。気づかなかったら頼まれていいよ。お前、それでサイバーテレビやってんの、ビジネスバーグ。Facebook のサイトも話したりしてるじゃん。誰走っておって。起きたな、吉岡、酸っぱいよ。田中が聞くよ、おめえ田中のお坊さん、来て、やっぱりな、うん起きちゃうわ、やっぱりな、うん、お前ら、今ロシア連邦と、ポーランド共和国だよ、うん、だから国交断絶の最後通知を食らってるぞ。あのポーランドの去年、ワルシャ放棄記念して、な、日本製断交要求のクーデターやったんやさ。ああフランス、ああ要は日本とヨーロッパ、EU のな経済連携協定破棄しようって要求し始めたんや。俺ポーランドね、ポルエンセフトで行って、そう脱退って呼びたんだ。それは心配なんや、経済圧力かけろ、もういいんや。なんでかよ、なんで、ねえ、私フェイスブックやってるんやけど、もう俺のブラウザー押しようか、もうとっくの海外ですよ。俺のサイバーテロやってるんか。田中が聞くわ、お前アズメ人死刑するぞ、バーグ二層するぞ、この前行くフリンゲールのバチョータル、やっぱ皆財産、お前も命令したんか、これもう俺は滋賀県とは無関係や、覚えとけ。聞かんかったよな、俺いろんな事業所で会社都合にしてくれている自己都合に全然交渉する。どういうことだよ、走ってもらった、この基本権ないってことだ。基本的に言ったら私こっちですからね。まったく混乱したか、ソビエトが俺がちっちゃい、どういうんだかソビエト大使か、よ襲撃受けてるか、まったくか、この方迷惑かかっちまった、ささやさん、まったく残念でした、俺のフェイスブック、やっぱお前らフェイスブックっていうか入れんか、俺のページどうぞ、もう俺こっちやから、やっぱお前らフェイスブック JCI 押しようかさあ、公式サイトないんや、あの3曲公式サイトないんや、3曲に残念ってやってな、あ、一番卵めに
アザラシ。ケントは毛布を作れって言い始めちゃうな。なぜか東京と行ける場合の関東圏は、大阪府や京都みたいな神奈川府やとか埼玉を作れんねん。そう、なんで国格上げてきんの。うん、それが不思議やってんさ。ああいうことだ。誰のドルギーグ。お前こうしたいじゃないの、一人だ。直轄領って意味ないのかな。でも、やるほど。何言うんですか。お前らはフェイスブック登録できんだって。やっぱりやった。そうなんやったね。マイク・ザッカーバーグ、何しにヨーロッパに行ったと。さあ、ああ、日本。ヨーザー、規制し始めて。残念だったな。登録できんだって。奴隷商人だったとはな。やっぱ恨んでたか俺。まあ所詮芸能人なんて金のない。恨んでたよ。大体俺は安保と未関係です。テロリストなんてどうぞ訴えろよ。もうすぐにやるとし。簡単な訴訟が可能にあるから。あいつあの人上がってねえのか。ビスさんこの人。映画ちゃんがビスさんは本当。はい、アキート将軍、この前行くと何のお前、お前の安保と何せ銀天貸してお前行くと天皇制足やぞ、田中幸子という死刑にあるぞ、覚えとけ、以上。やっぱり苦情は殺到したから
つながりか。で、なんで埼玉、なんでこれ起きたかなと。なんでこれ起きたのか。なんでこうこうなの。よろしいよ、今。拒否されたんで、意外なことで。あずみくんがやっちまったよ。あずみくん、航空流会がやっちまった。航空流会ですか。航空流会か。ブルーがよかった。わかる。四国局座と今日練習する。あ、そう。北流会よ。あずみくん、お見事。あずみくん、やっちまったのか。やっちまったのか。あっちょ、もうちょっと。切れたか。クリュー海、動いたか。クリュー海、切れちまったよ。残念な田中君、死んでもらうぞ、お前。田中さん、すまんね、誤解しまで。田中が聞こえです。こいつが一番。うん、田中の坊さんね、どうしてね、どうしてね、最局にやったスパイ目的。はい、最局は知ってますよ。うん、JA の佐々木理事長も知ってる。当たり前よ。女は長得意でいたい。とっくる前にね、大使館、アメリカ大使館にやるて、女やったやつ。やってん、最初がお前やつ。足元あったため池ビルじゃなくて方角的言った埼玉だった。バリな埼玉不都心か。やっぱりの辰巳君やっちまったか。やっぱりの辰巳君北流会がやった。北流会参加の局座とさ、山口海の行動会、武道会がやりました。ああ武道会がやっちまったよ。さ辰巳君やっちまったの。ああ赤ペンキです。うん、田中君やってないですけど、うん、田中君が聞くなって暴言電話のし、田中は聞こえた。マジで言ったか。いや、本当の試合欲しいから、井上真理なんですよ。こいつやで。
大丈夫か、水波、今木の元にいるぞ。タスミ君、天気がいいんです。ちょうどかすみやぞ、この前。ああ、
ぱりな。さあ、残念やったな。フェイスブック入会厳しくなったな。以上でした。